パービスに身を隠すクロス防兵。バルトロメオ・ビバリーニの描いた、聖マルティヌスと小事記の絵で装飾されている。パビースは中世ヨーロッパで用いられた前方に突出した形状の盾。名称はイタリアの都市パビーヤに由来する。全身を隠せる大型のものや、白兵専用や重機兵用の片手で持てる小さなものもある。パビースの最大の特徴は、 大きく盛り上がり突出した中心線である。パビースを用いたのは中世の球兵やクロス防兵であり、特に工場戦で効果を発揮した。普通はパビーサーと呼ばれる球兵自身がパビースを運搬したが、特に大きいものは馬帝が運んだ。戦闘時にはパビーサーは縦を持って移動し、時にはパビースの下に備わっているスパイクで地面に突き刺し、固定して用いた。 旧兵やクロス防兵が矢を装填する際には、パビースの後ろに隠れて敵からの投射攻撃から身を守った。こうした盾の持ち方は、極論を言えば、ホメーロスのイーリアスまで遡れる。トロイア戦争において、ダイアヤースが巨大な盾を持ち、それをずらすたびに、後ろからイボ兄弟のテウクロスが矢を放つという戦法で、この兄弟は大きな戦果を上げた。 都市の守備兵が用いるパビースは、その都市の紋章が描かれ、包位戦に備えて、常に兵器庫に大量に保管されていた。大抵のパビースは、キャンバスのように洗い布で覆われており、ここに油や卵を用いて絵を描いた。前面にはセイバルバラや、セイゲオルギウスの製造のような宗教画が描かれることが多かった。伏線期の伏派は、炎の聖杯を、 パビースにあしらった。中世には大量のパビースが製造されたが、現存するのは200個ほどである。ありがとうございます。